ゆうちです。今日は久々に横川に来ました。実は僕、前に横川に住んでいて、めっちゃホームグラウンドなんですよ。駅前のフレッシャとか週3で通ってましたからね。駅前のダイソーにもよく行ってたんですが、なくなっちゃったんですね。これから何ができるんですかね。というわけで今回は横川にある酒屋の角打ちに行こうと思います。渡辺酒店の時計荘って角打ちなんですけど、角打ちは平日15時から、土曜日は13時からやってるみたい。日曜日は定休日らしいです。なんでもういろんなお酒がかなり格安価格で飲めるみたいなんで、めっちゃ楽しみですね。場所はスーパーの富士から東にずっと進んでいきます。ちなみに話変わるんですけど、最近スカイダイビングに行ってきたんですよ。人生で一回飛んでおきたいなと思って、日本一のスカイダイビングができる栃木県まで行ってきました。皆さんはスカイダイビングとかバンジージャンプしたことありますか？もしくは人生で一回やってみたいことってありますか？もしあればコメントで教えてください。スカイダイビングの様子はこの動画の最後におまけで流すので、楽しみにしててください。ということで、住宅街の中を進んでいきます。横川駅からだと徒歩10分ぐらいはかかりそう。お、緑の看板見えてきました。ここですね。これ大瓶も480円なんですね。はい、安いですね。みんなが安いちょっと値上げしたな。出てます。お待たせしました。土曜日の昼がダメし、夜と注文いいですか？はい。冷やし茶碗蒸しと、はい、明太マヨフランスパンいただいていいですか？はい。あ、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。これで夜でやるかね。撮影時はまだ真夏だったんで、冷やし茶碗蒸しがうめえこと。上品な味わいでトマトの酸味がいいアクセントになってます。これはキンキンに冷えたビールとの相性も抜群。ビールも丁寧に入れられてるので、ほんと美味しいです。1ヶ月明太マヨフランスパンもこの量で250円は安すぎる。普通に1人前以上あって、これだけでお腹いっぱいになりそうです。しかも焼きたてサクサクでうまい。角打ちだけどご飯のクオリティもめちゃくちゃ高いです。11時半。11時。あ、11時行きます。あ、じゃあ11時に行きます。です。はい。はい。わかりました。では、こっちはどうですか？ああ、OK。大丈夫です。お支払いは？ああ、はい。ああ、はい。じゃあ、あれいつもの広げるのか。健康の方に123です。健康の方に3。123。はい。あ、予約、はい、毎年仲間たちと飲みに行くんだけど、今年はちょっと座って飲もうかっていう話になって、ああ、まあ、座った方がまあゆっくりできますね。うん、でもまあ、すいません、はい、なんかちょっとフルーティーな日本酒で何かあれば。レッタイナさんがいつも好きな大地の冠。で本州一の純銀純米本醸、あと魚の月ぐらいかな。あ、この中でなんかおすすめとかあるんですか？絶対誰でも美味しいってものが高いけど、これあ、これがいくらなんですか？これは一杯500円。あ、500円。あ、じゃあこちらいただいていいですか？全然安いですよ。あれ値上げしてます。安い。いや、値段も全然違いますよ。だってよそで飲んだらね。そうですよね。多分相当な値段しますよね。バレたりはしませんが、まあ、うん、ありがとうございます。まあこれね、おじゃあ8時に着くよね。チケットが来たら行けます。この日本酒がまたうまかった。綺麗酒造の大吟醸荘っていう日本酒なんですけど、調べてみると結構いいお値段。これを500円で飲めるのはさすが格打ちですね。ビールの代瓶も480円だし、ほんとお酒を安く飲みたい人にはおすすめです。肩身がスッと落ちてあれ出てきました。ほんまに広島にもまだまだ角打ちがあるみたいなんですけど、情報が少ないんですよね。なのでおすすめの角打ちがあればコメントで教えてください。本日はこちらでデザートみたいなのもあるんですか？じゃあ赤しそ3でいただいていいですか？はい、ありがとうございます。角打ちでオリジナルデザート食べれるのすごくないですか？三島食品のゆかりのドリンクとふりかけを使ってるみたい。これゆかりファンにはたまりませんね。めっちゃ美味しいです。はい。なんか三島の三島のね、ゆかりの液体とゆかりのふりかけと甘さとしょっぱさがいいですね。なっていうんですけど、美味しい。美味しい。お会計お願いしていいですか？はい、ごちそうさまです。1820円ですね。はい、ごちそうさまでした。最高。